日本北海道札幌市中央区番系番系は、北海道札幌市中央区にある地名。道区内の西部に位置し、札幌市中心部からは、大倉山や三角山を越えた奥にあたる。地域は山林が大半を占めており、施設等は、北西から南東に走る北海道道82号、西のまこまない清田線沿いに集中している。地名の由来は、川下を意味する。 アイヌ語、パンケから。バンケは米を、バンの沢と言い,い、コトニとシンコトニのトンデンヘイソンが陸軍省から準備用地として借用していた地域だった。しかし1894年に勃発した日清戦争にトンデン兵が出生したため、翌1895年からこの土地は生誕に活用されることになり、開拓が始まった。1910年春には1ヶ月にわたる、 大規模な山火事に見舞われるも、それが、結果的に開拓を加速させることにつながった。1914年、北東部の管理が、札幌神社の所有になることによって、尾崎実りが増加。さらに1922年、琴谷村から船長部の土地が払い下げられることによって、自作農が発展する。1942年2月11日、 調整志向により、所属自治体がこと二町となる。1943年の大技の編成によって、一体が番系としてまとめられる。1955年3月1日、札幌市に編入される。1972年の区政導入に伴って、中央区の領域となるが、北部は西区個別沢として分けられる。札幌市。人口統計。札幌市。 2017年3月20日閲覧。総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム化番号企画室。市外局番の一覧。総務省 P12016 年5月4日閲覧。ABCDE 第2章札幌の町名中央区札幌地名校。ありがとうございます。